Chico. センターからありません。左方向はこの位置、松田遠投。スクリーン上げた中村晃。イーグルスの攻撃も1番2番が終わります。ツーアウトランナーはありません。今日全長30分差でできてます。今度は速いボールで詰まったかライトフライ、スリーアウトです。まさかこの位置、ライヤー1つアウト、1塁テストどうでしょう。1塁はセーフ、バッティングカウント。レランのインサイド詰まったピッチャーフライ、ランナーはスタート。変化球を叩いてもマウンドから駆け下りてくるだけで何ですかね。沈んだ139キロ。これで2人の戦いで3者連続三振、狙った、ライトライナーでした。ライトの栗原スリーアウトです。センター返しはここに待っていた今宮、抜けませんでした。ファーストゴロ、バウンド合わせました。トゥトゥから落とした、バットが回った、岡島三振、スリーアウト、ランナーは三塁に残塁です。まあこれを先に出ているところだったんですね。ボギーは三振、バットアウト。まあ、ただね、この今のも縦の飛行、初球打ちが上がった、センターフライ、柳田スタートの構えだけ、セカンドゴロ、三森、スリーアウトです。いいです、速いボール、これもいい当たりですが、柳田最初のホームゲーム、センター足に当たりしていますが、いや痛いです、これは間違いなく痛いです。そうですね、バックバンド、ショートバンドが当たりました。痛いですね、これは落ちるボールで三振です。打撲なんてね、我慢してれば操縦忘れますから。ルーキーのヘッド低めの変化球、打球が上がってここまで行ったぞ。ホームランがトラックだ。マサゴボールを抑えています。あともう少しでホームランという。